さよならを教えて、ついの空、自殺のための101の方法という三大電波ゲームのうちの一つであるついの空を元に制作された R18 ゲーム、素晴らしき日々の全エンディング制覇しましたよ。ということで今回は10年以上前に発売された不朽の名作、素晴らしき日々不連続存在について紹介評価していきます。ほとんどのゲームはネタバレなしでの初見プレイが一番面白いと思っている私ですが、本作については多少の知識がある方が楽しめると思いますので、物語の核心に触れない程度に紹介しましょう。基本ケロQより発売された R18 ゲームで、類似作品として同じ制作者スカジ様のついの空、ついの空リメイクが存在します。あちらはさよならを教えて、自殺のための101の方法と同じく三大電波ゲームとして有名ではありますが、本作はついの空とは一応別作品です。10周年記念の3作品同梱版やスチームもありますが、スチームは日本語に対応していない、初代ついの空は起動するかわからないなどの注意点があるので、とりあえず始めたいならこのフルボイス HD 版で良いんじゃないかと思います。複数人の視点で描かれる世界滅亡までの非日常ってことで、ざっくりと後半に差し掛かるところまで紹介しましょう。ガイドラインにより体験版の映像しか使用できないので、映像はあくまでイメージです。最初は女主人公水上由紀視点で描かれるラブコメ展開で、ここはかなり退屈です。主な内容は幼馴染の若月姉妹とゲーム開始からすぐ出会う高島ざくろと日常を過ごすというものです。この若月姉妹は元ネタがラキスタの柊木姉妹で、見た目も中身もそのまんまです。そんな4人の日常を描いた序章はそれ以外特に言うことはありません。まあ強いて言うなら、動画用に体験版の範囲を読み進めたところ、本編との緩いつながりや考察ポイントは多かったので、2週目以降は面白かったです。そんなこんなで序章は3人のうち誰かと結ばれ、エンディングへ男の人は出てきません。ここまではめっちゃ雰囲気が明るいですが、本編はかなりハードで陰鬱なシーンがあるので、体験版までをオープニングとするのならば、ある意味オープニング詐欺とも言えます。一章水上由紀ってことで、体験版の範囲を序章として扱い、本編の話に行きましょう。主な舞台は夏の東京、北高という高校。7月の20日に世界滅亡の噂が流れ、その不安は高島ざくろという高校生の飛び降り自殺を機に膨れ上がっていく。世界滅亡などという非現実的な予言に多くの人は耳を傾けないはずだったが、あらゆる不可解な出来事が重なり、北高では20日が近づくにつれ、恐ろしい出来事が頻発していく。あらすじと作中で起きる出来事はこんな感じで、大筋はついの空とほぼ同じです。さらに登場人物も半分ほどがあちらと、見た目も名前も全く同じ人がいます。主人公は序章と同じく水上由紀。北高が20日までの間に狂っていくのですが、それの原因を突き止めるために由紀が行動していきます。その過程で謎の現象や人物と遭遇し、20日を迎える。主な内容はそんな感じです。しかしながら世界滅亡の日、7月の20日に対の空を迎えても、意味不明な場面が多く、バッドエンドです。謎のほとんどは解明されず、そこまで面白くないです。2章間宮拓司、一番電波な章でキモオタである間宮視点で、キモすぎる展開が繰り広げられます。先ほどの章と同じく、ついの空出現までの一連の流れを間宮視点で読み進めることになります。しかしさよならを教えてと同じく、間宮はキモオタで狂いすぎているため、魔法少女リルルちゃんが見えてしまったり、ザクロの机とエイチなことをしてしまったりで、電波すぎてやばいです。最終的には間宮が見る幻の魔法少女リルルちゃんと学校の屋上でエイチすることになり、ガチトーンで、リルルちゃんのおちんちんダメだよ、隠しちゃダメとか言い始めます。多分めっちゃ真剣な顔で言ってたと思います。これは一部分ですが、このショーがいかに異常で電波であるかはなんとなく想像できたと思います。そして間宮は先ほどの幻覚リルルちゃんとの会話やらなんやかんやで急に覚醒し、自分は救世主と名乗り始めます。そこで謎なのが、自信をつけて狂ったシンジ君のようになるだけでなく、喧嘩も強くなり、救世主らしく学校の生徒を自身の狂信者にすることに成功します。こうして力を手に入れた間宮は、世界最後の日に全てをついの空へ返すことにします。この空へ返す理由は、20日に世界が終わるから、救世主である自分が多くの人をついの空へ向かって飛び降りさせるということ、つまり集団ダイブです。そうすることで人々は救済されると信じているのです。まあ言ってることはわけわからないと思いますが、本当にそんな感じの内容です。一応間宮視点で話は進みますが、全く感情移入できませんし、理解もできません。最初から最後までとにかく電波な内容で、いじめ、薬物、特殊プレイ、
などなど、きつすぎる描写が多い上に謎が増えまくります。謎が増えると言ってもその謎が意味不明すぎて、13騎兵のように新しい謎が増えたけど、もしかしてあの一件と何か関係がみたいな考察できる面白い謎ではなく、ただただ意味がわからないことの連続なので結構苦痛でしたね。しかもこの章めっちゃ長いです。ってことで私は2021年に2章で投げ出して20ヶ月ぶりくらいに再開してクリアし、今に至ります。ですがこれらの謎は3章後半から答え合わせが始まるので、ここまでの謎にモヤモヤすればするほど後半の答え合わせ編にのめり込めます。3章高島ザクロ、この人物が自殺することで物語が大きく動き出す本作。大半はザクロが自殺を決意する以前の出来事です。マミヤ編がクッソ電波な内容だったのに対して、こちらはそこまで電波ではないです。その代わりいじめ、薬物、尊厳破壊の描写が作中1往復2章とは違う意味で読み進めるのがきついです。というかこれまでの章でザクロは自殺していたのだから、当然ザクロが屋上からの飛び降りを決意するまでが描かれます。これまでの章では序盤のザクロと飛び降り直前のザクロの雰囲気が違いすぎるので、多くのプレイヤーが違和感を抱きます。なのでその答え合わせ編でもありますね。飛び降りエンドが正規ルートで超バッドエンドですが、実は救われるルートも存在するので、そのおかげでほんの少し劇薬を希釈できてるなという印象です。4章結城友実、ここから本格的にこれまでの謎の答え合わせが始まります。主人公は間宮編で間宮をいじめるドキュンをいじめるフリーザみたいな最強キャラ結城友実。出番が少なくただの暴力マシーンだったこのキャラですが、実は超重要人物で新たな一面を見せまくる主人公です。3章の後半から本格的に面白くなり始めて、この4章開始からずっとのめり込んでぶっ通しで読み進めました。これまでの謎間宮編の電波すぎる展開の答え合わせです。それプラス哲学的な会話やら人間の脳についての話が多く好みが分かれるものの、とにかく面白いです。パワポケ13の千早、エヴァーセブンティーンあたりが好きな人はめっちゃ楽しめると思います。この後もまた別キャラの視点で5章6章と続いて、対の空で集団ダイブに至るまでの数日間で空白だった部分を補完していくのですが、核心に触れてしまうので今回はこの辺で、複数人視点を生かした紙シナリオ、そんな感じにすば日々。本編は全6章構成で、それぞれ違う視点で同じ物語を見ていくという群像劇です。でもって作中で起こることは、夏の間に起きた7月20日の世界滅亡の予言に慌てふためく様子を描いただけだったりします。とはいえ3章までの間にとんでもない量の伏線と謎と違和感をばらまきまくって、4章からしっかり回収するところは見事です。私が本作を名作だと思っている要因の半分以上はここにあります。三大電波ゲーの一つである対の空を元としたゲームであることから、かなり電波な内容だと思ってましたが、全エンディング制覇後にたどり着ける対の空2エンドを見て、序盤の気になった部分を再度プレイした時には、それほど電波ゲーといった印象は抱きませんでした。当然1、2章は電波すぎる内容ではありますが、本編の出来事はしっかり読めばすば日々単体で説明できるものがほとんどです。本編もとい対の空に帰る日である20日の事件のその後を描くエピローグ、素晴らしき日々までは、複数人視点を生かしたシナリオの完成度の高さに惜しみない称賛を送りたいです。なんだかんだで私がここ最近プレイしたアダルトゲームの中では比較的おすすめできる面白さです。考察要素、はい、ここまでが過去編と本編6章その後のエピローグの私の評価。1行で言うと、前半は苦痛だが後半は最高。下着みたいなどんでん返しと感動が待ち受けている、よくできたアドベンチャーだと思います。しかし正規ルートではない個別エンドの一部には考察必至なものがあったりします。特にそう感じたのが前述した対の空2エンド、このエンディングを迎えるまではエピローグの素晴らしき日々で綺麗に終わっている感を出していたのですが、急に謎が多い状況に直面します。このエンディングでは謎の多い状況に対して、音無彩奈という女の子がいくつかの仮説を示してくれるので、なおさらプレイヤーに考察を促しているような気がします。気になってまた最初からプレイしてみると、やはり伏線となっていた場面がいくつも見つかり、何パターンもの考察がはかどります。おそらくちゃんとした答えが明言されることはありませんが、考察ポイントが多いので私は好きです。短所、電波ゲーと言われた対の空を元に作られたゲームなのだから、当然プレイヤーをふるいにかける要素も多数あります。私が主にそう感じた要素は、いじめ、哲学的な会話、引用が多い、この3つです。いじめについては2章の間宮と3章のザクロ編がひどいです。この2人についてはいじめられるような態度や言動なので、
必然的といえばそのような気もしますが、リアルないじめの描写に耐性がなければメンタルやられるかもしれません。特にザクロに関しては最初から最後までいじめがテーマになっていて、正規ルートでは圧倒的な尊厳破壊の後にいじめが原因で狂ってしまいます。直接の原因ではないものの、飛び降りを決意した要因の一つは壮絶ないじめです。次に哲学的な話についてですが、これもそこそこ多いです。めちゃくちゃ多いというほどではありませんが、それほど詳しく説明することもなく、哲学の会話が繰り広げられるので、そっち方面の話に興味がなければただテンポを悪くする要素にしか感じられないのかもしれません。私は夜な夜な思考実験や哲学がテーマの動画を見てる人間なので楽しめましたがね。最後に哲学や神話の引用、これは各章の始まりや作中でも頻繁に出てくるので、哲学の話と同じく元ネタを知らなければ楽しめないかなと思います。私は哲学とは真逆で、これらには疎いものでなんとなく読んでました。それでもウロボロスやヨルムンガンドといった神話について軽く説明してくれたりはするので、そこまで苦痛ではありませんがね。総評と感想。ゲーム起動から3章の終盤まではただただ謎が多い電波ゲーですが、4章からの答え合わせは最高に気持ちいいです。実際にプレイすると数十時間のボリュームではありますが、本編で起こることは7月20日の世界滅亡に関連する事件と各人物がそれを中心にどんな行動をするかを描いたもので、その一連の流れは謎が解明されるので、クリア後は割とすっきりしますね。オカルトホラーな描写は多いですが、非現実的なことは起きていないので、なぜこの視点だとこう見えるのか、違和感があるやり取りの真相は、怪奇現象としか思えなかった事件の裏側は、こういった謎をだんだん現実的な考えで紐解いていけるのも面白いです。この動画で結局のところどんな内容なのかはあまりわからなかったかもしれませんが、そこは大丈夫です。一周じゃわからないことの方が多いから。まあ考察ゲーな部分は多々あるので、そういう楽しみ方のゲームだと思っていただければと思います。エンディングも曲の数が多く、ザクロの飛び降りエンドではホラーな雰囲気、終盤の感動的なエンディングでは明るい曲でハイクオリティですね。考察や伏線もめちゃ丁寧に多く張り巡らされているので、2周目は新しい発見が多いスルメゲームでもあります。今回は物語の核心に迫る部分、群像劇であることを活かせていると感じた理由についてはほとんど触れていませんが、そのあたりはゲームであることを利用した面白い仕掛けがあったりします。そういった部分含めていいアダルトゲームです。いじめや薬物といったまずい描写は多いですが、耐えられないほどでもないのと、ついの空未プレイの私でも本作のみでかなり満足できたので、多少抵抗があってもおすすめするくらいには名作だと思います。ついの空にはリメイク版と初代の2種類があるので、いずれはこちらもプレイしたいと思うほどに楽しめました。安くはないですが、フルボイス HD 版をプレイするハードルは低いので、これを機にぜひ。では今回はこれにて終わりです。ご視聴ありがとうございました。